はい、時刻は9時30分を回りましたね。今週もお届けしましょう、嘘のような本当の、うわわよ、びっくりしてね、え、わのお時間がやってきましたね。私パーソナリティの土井秀人がね、今日も今週も、はい、ダビオイストの北条政平さんと一緒にお届けしたいと思います。おはようございます。はい、おはようございます。はい、今日もよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。皆さんね、はいはい、寒くなってきました沖縄地方ね、いかがお過ごしでしょうか。はい、FM ギノワね、小沢同時放送の嘘のような本当のはね、何かメールお便りくださいね。はい、797アットマーク fmgino1.com 797アットマーク fmgino1.com でございます、ね、YouTube でもちろんね、この後アーカイブで聞けたりもしますが、リスラジマイチューナーレディオね、ダウンロードしてくださいね。気軽に、放送が楽しめますということでね、はい、今日もうそんなお話あるかな、来るかな。はい、富城氏からね来ていただきましたね、渡辺和江さんです。なんと、あの渡辺さんを迎えしています。おはようございます、渡辺さん。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あのとか言ってね、別にね、あの皆さんあんまり知らないかもしれないし、沖縄ではさ、どう、糸数さん、大城さん、山内さんね、うん、渡辺さんあんま聞かないかな、うん、渡辺和江さんはなんと17年前ですか。はい、そうです。東京都荒川区、それこそあの金髪先生のあれじゃないですか、あの辺のね、もうね、ね、荒川でね、うん、お風呂屋さんご実家がされてたんですよ。別にそのマニアックな情報は、いや、あのね、実はあの私ちょっと、まあ、お別れしちゃったんですけどね、前の奥さんと、あの結婚式をした後に、この和江さんのご実家で、二次会させてもらったことがあるんです。でね、その時に、お風呂屋さんの間仕切りを全部取って、で番台に新郎新婦が座り、でそこでイベントがこうわーっと進んでいくわけです。なんか撮影みたいですけど。そんな儀式を。そうなんです、はい、それで、うん、まあこれで終わったなと、皆さんお世話になりましたって言って、タオルにね、新しい住所を書いた引き出物を皆さんに渡して、ありがとうございましたって言って顔を上げた瞬間に、後輩がシェービングクリームを塗りたくったパイをですね、私の顔にベシャってやった瞬間からパイ投げ大会が始まるんですよ。あ、なるほど。まあ、お風呂、まあ、お風呂屋さんだからね。もうでもぐしゃぐしゃになって、みんなで掃除、拭き掃除までやって、うん、で間仕切りの板を戻して、みんなでお風呂に入って解散っていうことをやりまして、こういう二次会やったことある人はもう世の中にほとんどいないと思うんですけど、ね、いやいや、嘘のようなまたね。本当ですね。だからもうね、40年以上のお付き合いをさせていただいておりまして、渡辺さんとはあれですね、その会場を探した時の娘さんがじゃなくて、でもう先輩なんです。先輩、はい、学生時代の先輩なんです、はい、じゃあ渡辺さんはそれこそ北条くんとかでって、なんか揚げパン沖縄か、焼きそばパンでも買ってきなさいとか、そんな。いや、そこまではしたことないですよ、さすがに。はい、それはそれは、まあ、じゃあすごいね、まあもう、はい、まあまあ、長いお付き合いになります。はいね、そんな渡辺さんがね、普段何してるから僕もねちょっとわからないんですけどね、なんでちょっと今日来ていただいた方と言いますと、そうだ、やっぱり渡辺さんもちょっと具合が悪かった、はい、嘘のようなね。そう、嘘のように、何年前か、2015年だから7年前ですかね、うん、突然頭が痛くって病院に行ったら、いつも行ってる行きつけの先生に、年齢的に MR でも取ってみたらっていうことで、うん、本当に脳神経外科に行って MR を取ったんですよ。そしたら脳動脈瘤が発見されてしまいまして、これ僕ね、本当に、まあ、本田さんもちろん知ってると思うんですけど、分かりやすく言うとどんな状態になるんですか。一番あったらダメだよって、先生がここになかったら大丈夫なんだけどねって二人でこの MR を見てった時に、一番ダメだよっていうところにあったんですね。何センチかちょっと分かんないんですけど、あ、腫瘍ですね、腫瘍がちょっとポコってこう、うん、血管出て出っ張ってて、はい、で、まあ、そこから、まあ、血圧を上げないようにということで、
ずっとお薬を飲んでいました。でその頃はねやっぱ145とか150近くになるともう頭痛もすごくあったので結構きつかったんですね。痛みではなく最初本当に頭痛だと思って行ったの で、 でいつも飲んでるあの頭痛薬が効かなかったの で、 でちょっと私もおかしいなと思って病院行ってみました。なるほど。それをあれですかあのお医者様としては経過を観察しようっていう、まあ、例えばすぐ手術とかじゃなくて、うん、っていうので、うん、そうですね、その後3ヶ月後だったか半年後に再度 MR を取って大きくならない、あの脳動脈瘤だからということで1年に1回でいいよっていうことで今は1年に1回 MR 取ってます。ですけど不安ですよね。まあ不安でした ね、 ねもうはっきりおっしゃってはそうそうそういただけてもねそういいよって言われてもねそう先生があの、ね、これはあの墓場まで持っていくタイプの脳動脈瘤だって言ってはいるけど、はい、どこまで信用できるのみたいな、うん、本当みたいな、ね、それこそ本当って感じですから。だからその私がねたまたまその当時も沖縄に結構来させてもらってて、うん、でフェイスブックに上げてたのを、まあ、先輩がね何王女君沖縄にいるのって言ってあのフェイスブックから来たわけですよ。そばとかなんかね沖縄の飛び物の写真そうそうそうはいはいはい。ほんで、うんうん、でねいやいやいつまでいますよって話をしたらちょっと会おうかってなってお話伺ってみたら今みたいな話で、うん、いや私ねいつもうその動脈瘤が破裂してね死んでもおかしくない状態だから、うん、まあねっていうことでねおっしゃっていただいて、だったら先輩一番いいものを私持ってますから使ってみますかってそうそうそう使ってみますかって言ってそこから吸ってもらったんですね。そうですね、あのその時にちょうど娘も一緒に行ってて、この娘がもともと子供の頃から喘息を持っていたので、私は娘って思ってたら娘はあの自分がたまたまその時給付金をもらって給付金もらったやつで全部あのつぎ込んでくれてあの買ってくれたんですけど、はい、で自分は喘息持ってるのに自分が使わないでママに使わせるっていう感じで、まあ、私はずっと吸わせてもらいました。いい娘だね。でも本当にあのちょうど一番調子悪い時に北条くんに会ってるので、で頭 MR 検査を取った直後に会ってて、もう本当にね皆さんにラジオだから見せられないのがあの、はい、残念だけど、うん、もう本当に血管映ってないんじゃないのってこの MR にって、なんか頭のなんだろう、普通だったら MR だから血管がきれいに出てないといけないけど、うん、もうほとんどね真っ白なんですよ、真っ黒っていうのはほとんどなんか血管が見えない状況だったんですよ。 ということはその毛細血管が毛細血管になってない、毛細血管にも血流がほとんどいってないような感じの状況で合ってるんですよ私実は。でそれでもう危ないんじゃないかってすごく思ってた時だったんですよ。でその中で、まあ、水素を吸い始めて、半年、それから半年後ぐらいにまた MR 取ったら、うんね、もう全然なんか血管がきれいに出てるんですよ。もう本当にあのこれが画像だったら、あの使用前使用後を見せてあげたいっていうぐらいにもうきれいに本当にあこんなに血管があるって感じで、うん、もうびっくりしました。ちょうど半年後にね、うん、そうそうお電話いただいてね、うん、いやめちゃくちゃ変わったんだけどって言われて、え何がですかって言ったらこういう話だったんです。だってよかったですね、青かうんって言って水素ボトルの水素ボトルの後輩って知らなかったわけですよね。知らなかったですもちろんもちろん。でもちろん北条さんは、うん、そんなにもね大変な状態になってると知らずに、うん、お茶でもしようかって言ってあったわけですね、まあ、まあちょうどねその直前に、うん、あの足の静脈瘤がこう、うん、うわーってこうよくあるじゃないですか、あの女性の方がね足の内側のところがブワーってボコボコボコってなってる、あの静脈瘤だった人が改善したっていう人がいたんですよ。だからまあね足と脳ではちょっと場所違いますけど、うんまあ、いわゆる血管がこうねこう、うん、うまくこう流れないでこうボコボコになってるような状態であれば、血管をやっぱりうまく広げながら血流を良くするっていう水素だったら
それで先輩チャンスあるよっていう話をして、うんうん、それで吸ってもらったっていうのがことの経緯なんですよ。なんかねやっぱり私本当にあのしぶとく言いますけど、あの毎週のようにね、うん、この出会いって素晴らしいですね。そうですね、もう本当に私も何気なく声をかけただけなのに、ね、健康になるとは思ってませんでした。いやで分かんないですね、家具売ってるのか、うん、何やってるのか分からないけど、ね、元気っていう一声がもう ね、 ね自分のね、場合によっては命拾いしたかもしれない。本当に本当に、うわ、これちょっとあの寒いぐらいあれですよ、感動しますね。ありがとうございます。本当に本当によかった、うん、分かりますよ僕、うん、一言だったら、一言っていうかね、だったらこんな感じないんですけど、やっぱりね、すっごいなんてでしょうね、うん、出会えてよかったっていうね、うん、そうだから渡辺さんみたいな方のねお話出会いを聞くと、もうやっぱ本当毎回感動させてもらってます、うん、素晴らしい。よくなりました、あの心臓も。あ、そうなんですよ、最近になって今度心臓もね、あのその、同じの、脳神経外科で最近ちょっとあの前兆型頭痛にチラチラっていうのが昔からあったんだけど、これに色がたまに先生つくんですって言って、したら先生がじゃあ一度心エコーを取ろうということで、心エコーを取った時に、その時は軽度の、ね、動脈に石灰化が見れるっていうことだったんですけど、この 1,2 ヶ月ちょっととても心臓が痛くて、実はで、近くの循環器内科に行ったところ、もしかすると、弁、心臓の弁に石灰化があるんじゃないかって。で、最初の時は心臓の弁は何ともないって言われた、心エコーの時は何ともないって言われたけど、よく調べてみるともしかすると心臓の弁に石灰化があって、心、あの動脈の方は何ともないかもっていう話だったので、まあいろんな検査を全部して結局心臓弁膜症だったんですけど、あの最初のこの動脈の石灰化は、あれ石灰化動脈してるって言ってたのにって、全部だからもしかすると弁に集約されたのっていうような感じですかね今は。なるほど、ちょっとね深い話、一旦 CM を挟んでまたね後半お届けしましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当ののお時間ね、ちょっと肌寒くなってきた沖縄、皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、私、パーソナリティの土井秀人がお届けしながら、今週も、WO イーストの北条、ね、正弘さんと一緒なんですが、ね、ゲストにトムシロからトミングスクシから、渡辺和江さん、心臓もちょっとね経過を見てないといかんかなっていう不安をお持ちなんですか。そうですね、心臓の方も経過観察ということで、つまり的には手術はしないで、まあ、中程度だからそのまま見ていこうかということなので、まあ、頭と一緒に全部、まあ、そのまま経過観察ということで、今は頑張って水素を1日3時間から4時間吸ってる状況ですかね。素晴らしい。なんかあれですか、 2年ぐらいですか。そうですね、2年ぐらいですね、うん、あれ最初に、血流見てもらった時に、はい、もう本当にね 爪で見るんですけど、うんうんうん、もうほとんどあれ
血管ないっていうここも血管がなかったほとんどほとんど血管なくて、まあ、それだけ血流悪かったんですよ、ね、そう相当血流が悪くって、で、その後1年ぐらいですよね多分してからもう一回見てもらったら気持ちが悪いほどいました血管もうどっから生えてきたのって感じだ、だからあの1ヶ月ぐらい前にほらあれいたじゃないですかあの上野夏実ちゃんね、再生不良性貧血の子、うん、あの子なんかもあの最初水素吸う前はほとんど血管見えなかったのが吸うようになって血流良くなったらバーン出てきたんですよ。だから、ま、全くそれを吸いながらね体がどんどんこう変わってきたんだと思いますよ。そうですね本当に。で水素吸い始めてから体がすごく、ね、熱くなるのが分かります。ほう、はい、だから多分免疫力もアップしてると思います、うん、体温も上がってるでしょうね、うん、そうですね。いつも35度台だったんですけどもう 6度台になってるでしょ。今36度台ですね、あの、はい、私ねあの体温を測る時計持ってたりするんですけどこれつけながら測るとねあの吸い始めと吸ってる最中では体温違います、分かるようになりました。この前、ね、お客さんがたまたまあの北条さん俺体温を測る時計持ってるからって言うからあじゃあそれ吸いながら吸ってみましょうって35度6分だったんですその人、うん、でカーッとね30分ぐらい吸ったら36度台36度4分まで上がってたの。 0.9 度も上がっちゃってて本人びっくりしていやいやもう体温こんな上がるんならこれ欲しいよってなったんですよ。まさにそういう感じで、それが吸ってるとそれが当たり前に今度だんだんなってくるんですよ。水素吸ってない時でも体温が上がるようになってくるんですよ。最初はね吸った時だけなんですけど、うーん徐々に変わってきます。体温がこうまあよくねちょっとほらホテルシーみたいなあるじゃないですか、うんうん、体温が上がるっていうことはまあ代謝がねっていうじゃないですか。もうちょっとこれ分かりやすいけどどんな状態に体温が上がるってことは血流がいいからこそ体温が上がってるわけです、うん、だからあのねうちの関係で言えば東大がその体温が上がるっていうことを思ってがんの腫瘍の細胞の縮小っていう特許を申請してるわけなんですけれども、まさにそれですよね。だから低体温の人はがんになりやすいんで36度以下なんかはねがん気をつけないといけないってよく言われるんですけども、まあ、まさにそういった状況から体温を上げておけば自分の中の免疫力が働いてがん細胞が、まあ、仮にできたとしてもパクパクっとこう食べてやっつけてくれるとアポトーシスって言うんですけどね、まあ、そういった状態も起こりやすいしということになるので、まあ、あのやっぱ血流がいいっていうのは臓器の働きも活発になるし、うんうんうん、ホルモンもちゃんと出るようになるしインスリンも出るようになるしってことで言えばやっぱり血流が非常に大事なんですね。私なんかも、糖尿病だった状態から、今は全くの正常値なので、そういうことが起こったわけですね自分自身で言えば。まあ、いっぱいねこの前もラジオ出てくださってインスリン打たなくてよくなったっていう人もいましたけどね、まあ、まさにそうです、まあ、それ全て血流なんです。血流ですよ、はい、沖縄もねだん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 寒い、まあ、寒いだって知れてますけどまあそれでもね沖縄本当にねあの寒くなってあの女性にはね結構多いあの冷え性なんかもあれですか。そうですねポカポカするね手足ポカポカする、ね、そうですね手足がポカポカするから、うん、まあ、会社の中でも前はもうクーラーも効いてたからもう膝掛けもして上着も着ないと寒かったけど今ちょっと寒いかなって思いながらそのまま沖縄すごいからね真冬でも映画館もう凍りつくからみたいなやつがありますからね。そうですねクーラーやめてみたいなぐらいね。そうですよね、もう本当に、まあまあ、うん女性にとってでもやっぱりそういった代謝がね上がってたと、うん、まあ言ったら本当に代謝良くなりますよね。そうですねだから代謝が良くなったからか、うん、痩せやすくはなってます。おはい、この美容に素晴らしいですね美容ですね。そうですね多分僕こんな言い方もうラジオだからしちゃいますけど久しぶりにお会いになった何年か前よりなんかお肌ツヤ、そうそう肌ツヤいいですよ。僕こんな言うのもなんですけど、うん、ありがとうございますでも何もなせません、申し訳ありませんございません。ただねそんな気がしますよねやっぱりね。うん、いやいいな、なんかいい話、うん、なんかその自分もあったので分かるような気がするんですけどそのね、うん経過見てよねって
ねえ不安ありますよね、まあ、絶対そうですね不安はあるけどなんか不安じゃなくて反対に不満、うん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 、例えばもうダメですよって言われたら手術すればいいやだけど、はいはい、結局なんかそこが手術しなくても持ちますよだからなんかねいいのか悪いのか、うん、まあどうなのって思いながらでも水素吸っときゃどうにかなるかなぐらいな感じです今、ね、うん、もう持ちますよってね言われてもっていう気がしますけどあ、ね、デリケートな場所だからねちゃんとお医者さんに見てもらいながら、ね、あの観察しながらでも水素を吸っとくことによってそれがうまくコントロールできていればそれでいいと思うんですよねそうですねもう本当にもうそう思うしかない今、うんうん、ただひどくならないうちに見つけられてよかったなって今思ってます、うん、そうですよね、はい、うん、ね、未病大事ですよそうそう前もね北条さんおっしゃったんだけどほらがんがね治るとかじゃなくてそういったもう腫瘍ができるとかそこから痛みが発生するっていうことは血流が悪いからよねっていうことからすると血流良くしたらいいじゃんっていうことですもんね、うん、まさにじゃあそれを2年ほぼほぼご経験されてるわけです、うん、いいとこ尽くしじゃないですかありがとうございますそうですね照れちゃいますねもう聞く方も素敵だなそうですかなんかそうすると僕なんかでも自分で言えるんですけど体調良くなるとなんかねいろいろもうね疎ましいこともちゃちゃっとこう動けるからやろうとかねありますよねきっとねそうですねなんか疲れててる時にもうちょっと疲れたなと思って水素30分するとだいぶ楽になるのでまた動けるっていう脳がそうなんですよ疲れたなーこうと気落ちするじゃないですかと体もまんま落ちてくんですけどね普通にこうちょっとこうお鼻に添えてるだけでね、うん、ね僕はねイベントがねいろんなところで例えば東京ビッグサイトとかであるんでその時1日経ってたりとかするわけですよ、うん、もうボロボロです日頃立ち仕事じゃないのボロボロになるわけですよでもホテルに、まあ、ご飯食べてたどり着くんだけど本来だったらもうそのまま気を失うみたいな状況になるんですけど水素吸いまくると翌日朝ピシッと 何事もなかったことになるんで、まあ、立ち仕事の多い方なんかはねぜひおすすめです、ね、はい、本当にね立ち仕事といえば先生も結構立ち仕事またそっちの話であのまあまあついね僕も本当にね先ほどゲストにね先週も出てくれた本当に10年ぐらい先輩の音楽のね世界の人でもいやいいタイミングかもぐらいにねやっぱり体悪くしててよっていうことがなんか挨拶代わりになったりする年齢とかねあるじゃないですか皆さんにねぜひねこのうん、なんかいいんだよねっていうのを なんとなく伝えたくてねっていうのがありますよねいやいや渡辺さんありがとうございますありがとうございますとんでもないです拙い話で申し訳ございませんいやもう拙くない拙くない、ね、そのまんまですよ、うんうん、やっぱりね笑顔が出る素敵ですねはい、嬉しい、ね、なんかこう心に余裕が出てきますよね、しっかり吸って ね体の厳しい状況じゃなければね、はい、というわけでね、はいはい、まだまだやってますよという、ね、キャンペーンドクター水素ボトルを買って宇宙にメッセージを届けよう、うん、え何宇宙って、うん、まずはねここでお話しするのもなんですが、WO イースト株式会社ね WOO です00OO だな、うん、それでね、うん、はい、検索してみてくださいぜひね、素敵なキャンペーンも行っていきますということで、はい、嘘のような本当のはねお時間が迫ってまいりました。またね、来週もね年末に差し掛かってだんだん行くんですけども素敵なゲストをお迎えして、嘘本当のっていう話をお届けします。はい、今日もね、北条さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。渡辺さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、また来週ありがとうございます。